そう、わし向けアパレルの竹でございます。この向けアパレルでは知識と個性を掛け合わせて自分にしかできないスタイル、自分が欲しいと思う服は自分で選んでいこうというチャンネルになっております。概要欄にメンバーシップ、岡山弁、古着屋、ラインスタンプ、アマゾン欲しいものリストもあるから、このチャンネルを応援支援してやってくれると嬉しいです。突然ですが SNS でこうして発信を始めて早4年ぐらいじゃろうか、時折言われるのは、わしみてえにこうやって変な格好をしょったら変なファッションに逃げとる、普通の服が着れんってたまに言われます。一言で言うならプロの服やなめんなよって感じなんじゃけど、わしはもちろんシンプルな装い、そういった着方もできるし、そこに足し算を加えてわしのスタイルでよく見てもらうような変なファッションが出来上がってるわけ。変なファッションっていうのでイメージすると、なんかいきなり変なファッションがいきなりドーンって誕生しているように思うかもしれんのんじゃけど、やっぱり基本の着ベースがあって、そこに足し算をしていくことによって変わった装いだったり、一般的なところから少し距離を置いたファッションが出来上がるっていうことなんじゃけど、今日は変なファッション、変なコーディネート、変な着方っていうのも基本の着があって出来上がるんよっていうお話をしていきたいなと思います。変なファッションはいきなりね、もう朝起きて、あー寝巻きの状態からパンって変な格好が出来上がって、そういう装いに逃げとると思ってる人少なからずちょっとおるんじゃねーかなと思うんじゃけど、今回はそのどうやったらこういったコーディネートが出来上がるかっていうお話をしていきたいなと思います。行ってみよう。今日は変なファッションも基本の気ができてこそ初めて成立するっていう話をしていきたいなと思います。今回はまずもう最終的なアウトプットをご覧いただいて、そこからどういう過程を経てそのコーディネートに行き着くのかっていうのを見てほしいんじゃけれども、最終的なアウトプットはこんな感じじゃな。上から順番に行くと、ジャミロハットに前も動画で紹介したハンドメイドの赤色の超短丈のニットを着て、今わしが着とるヨーロッパのワークショップコートを着て、その中にお客さんがオリジナルでやってるブランドで作っていただいた巻きスカートを巻いて、その中にさらにナイロン素材のシャカシャカのインディゴカラーのパンツを履いて、シューズにはピンク色の便所サンダルを履くスタイリングじゃな。まあ普通ってことはねえと思います。色の使い方、数、バランス感なんかもかなり変わっとるコーディネートになっとんじゃねえかなと思います。このアウトプットだけを見たら、こういった変な格好しかできない、こういう変な味付けで素材がうもねえから大量のなんか旨味調味料を混ぜることによって、お前はそういうのに逃げとんじゃみたいなね、ところに思われるかもしれんのんじゃけど、これもシンプルな装いにプラスをしていくことによって生まれたコーディネートっていうところを今回は紹介していきたいなと思うわけ。まずこの最終的なアウトプットを見た時に変と思わせるディテールはどこにあるかっていうところじゃけど、やっぱりまあ帽子、スカート、便所サンダル、この3つぐらいが変を構成する要素なんじゃねえかなと思います。そういった要素を全て取り払って、まず基本の木として一番最初に出来上がったコーデがどんなコーデなんかっていうのを見てもらうと、こんな感じ。かなり普通じゃろ。インディゴブルーのナイロンのシャカシャカのパンツに、ユーロのちょっとね染め感がムラがあるようなものじゃけど、ワークコートを着るっていう、かなりねもう3アイテム、インナーまで入れて3アイテムのシンプルな着こなし。しかもメガネも今かけてるような金縁のものじゃなくて、あんまり目立たんような渋いメガネをかけとる。このショップコート、サーマルナイロンパンツのベースに足し算をしていくことによって、最終的なアウトプットは変なコーディネートと呼べるものになるんじゃけど、まず足元から変えてみてえなと思います。足元を最終的なアウトプットでも使っとったピンクの便所サンダルに変えるとこんな感じ。ショップコートとパンツは比較的色が近いから、かなり便所サンダルに目がいって、この便所サンダルがまあうまく生きているというか、視覚効果を別に使うことがうまくコーディネートを組むということではないんじゃけれども、まあ便所サンダルだけちょっと浮いてしまうようなコーディネートになったんじゃねえかなとわしは思います。あとは基本の木的なところとして、このショップコートの前も開けるんか閉じるんか、さっきは閉じとったけど開けてみるとまたこうグレーの割合が増えてきて、色数がこう面積比がちょっと変わってくるような感じにもなるから、こういったバランス感っていうのもこう基本の木の部分で大事になってくるんよな。続いてはセカンドステップ、変なコーデに見えてしまう要素の一つであった柄物の巻きスカート、これをどうやって使っていくかっていうところなんじゃけれども、先ほどのスタイリングにベンさんは一回やめて黒のシンプルなシューズにして、巻きスカートだけを足してみるとこんな感じじゃな。コモン柄の細かい柄が使われとんじゃけど、動画で見てもらうと紫とピンク、この2色ぐらいが目に飛び込んでくるような巻きスカートになったんじゃねえかなと思うんじゃけど、これもさっきの便所サンダルと一緒で、このスカートにかなり視線が誘導されるようなものになったんじゃねえかなと思います。じゃから便所サンダルを使っても、まあ便所サンダルだけが浮いてしまう、巻きスカートだけ使っても少し色は拾いとんじゃけど、無地の中に一本
個だけ柄があるとこでスカートだけに目がいってしまう。普通はこういったこう単体使いの方がまあ基本的には着こなしやすいとされとる。まあ3色以内に抑えろとか、柄は一つに抑えろとか、そういうこう皆さんに分かりやすい形で伝えるのであればそれが定説じゃと思うんじゃけど、そこにあまり縛られてしまうと、みんな金太郎飴みたいに似たような、なんかシンプルじゃけどちょっとだけ柄使うみたいな、こう柄を落ち着かせてあげようみたいな、そういうこう矮小化したコーディネートになってしまうから、わしはそういった概念にとらわれず、基本の着を大事にしながら、そこにどういう足し算をしていくかっていうことがわしは大事だと思っております。じゃから便所サンダルだけスカートだけが目立ちすぎないようなコーディネートを組んでいく必要があるっていうところで、便所サンダルとスカートを組み合わせた時にはこうピンク色の色合いっていうのはちょっとずつこう色を拾い取る要素があるんじゃけど、そこを上半身に持っていくっていう行為が必要になるんじゃねえかなと思う。これは理由をつけとるだけで、別にそんなこと考えずにわしは感覚的に選んどんじゃけれども、まあ一応理由をつけるとすると、こうピンク紫ピンクっていうこのスカートの色をこうまた上に持っていく必要があるかなと思って、赤色のこのハンドメイドのニットを使いつつ、また若干色は似とんじゃけどちょっと違うエメラルドブルーみたいなジャミロハットを帽子で被る。基本のキーとしてはユーロのショップコートにナイロンのシャカシャカパンツにスウェーデンのサーマルを着ただけの3アイテムのシンプルなコーディネートだったけど、ここに何を足していくか、スカートを足したい、便所サンダルを足したい、まあ皆さんだったらこうその一つを足すだけなんじゃろうけど、わしはどちらもこう両立させたい。それをさせるためにはどうしたらいいか、しかも巻きスカート、ちょっと丈長めのショップコートっていうこのレイヤード感っていうのも楽しむためには、もう一発こうシルエットの部分でもなんかこうもう一つレイヤーを入れたい。赤のニットのレイヤーの下にショップコートが来て、そこからさらに巻きスカートのこう3段ポンポンポンと、前レイヤードのね説明させてもらったみたいに内側は長ければ長いほどいいって言ったんじゃけれども、そこのこうシルエット感を楽しみたいから、色的な部分でもあるけどレイヤードのためにニットのカーディガンを挟んどるっていうところでもあるわけ。個性的なコーディネート、色を使っとるコーディネート、柄をたくさん使っとるコーディネートを皆さん見た時に、ああ変なコーディネートじゃな、変わったコーディネートじゃな、それはポジティブに捉える人、ネガティブに捉える人、いろいろおるかもしれんのんじゃけれども、わしも4年発信をしおる中で時折言われるのは、そういったファッションに逃げとるって言われることでございます。ただわしは一応曲がりなりにも15年アパレルの仕事で、プロとしてやらさせていただいてる中で、そこなんて当然考えてきとるし、やっぱりシンプルな装いもできてこそ変わった着こなしもできる。しかもその変わった着こなしっていうのはいきなりね、最短距離でもう寝巻きの状態から爆誕するわけではなくて、やっぱり一個一個重ねていく過程の中で出来上がっていくわけじゃから、なんかそんなこういきなりパンって出来上がるわけじゃないわけよね。足そうと思えば引くこともできる。それは個々人のどこまでいけるか、自分の中ではここまでは OK っていうこの裁量の範囲じゃと思うけど、やっぱりネットだったり SNS だったり、まあ皆さんに響くように、その言葉を多くの人に響かせる分母を多く持つためには、やっぱりこう色だったり柄は少なく持った方が当然いい。ただそこにあまりにも縛られてしまうと、みんな同じようなテーラードのセットアップの中に柄物のシャツを入れるだけみたいな、ワイドパンツの中に解禁シャツで柄のやつを1枚羽織るだけみたいな、もう誰でもしてるようなこう矮小化したコーディネートにしかならないんじゃないかなとわしは思ってしまいます。そこで柄は1個って言われてるけど、ちょっと2個加えてみようとか、ピンクのサンダルに柄物の巻きスカートを合わせたいんじゃとか、そういったところをどういう風にトライしていくか、それはでも基本の木があってこそ一個一個足していくと、最初のスタート地点っていうのは決して変なコーディネートとそこまで呼べるものではないんじゃないかなとわしは思いながら、まあただ今説明したようなことをわしは感覚であんまり考えずに言っとんじゃけれども、あえて最終的なアウトプットを見た時に皆さんにも分かりやすいようにというか、あえて理由を説明するならばそういうところなんじゃないかなと思って日々コーディネートを組んでおります。わしは変なコーディネートもできるし、シンプルなコーディネートもできる。その変なコーディネートを作る過程には当然シンプルなコーディネートがあってこそ変なコーディネートが出来上がるっていう場合もあるし、様々な過程があるっていうところは分かっておいていただくと、なんか面白いんじゃないかな。シンプルなコーディネートと変なコーディネートってこうすごい隔たりがあると思うかもしれんのんじゃけど、意外とそれは1アイテム2アイテムぐらいの高々その程度の差でしかないかもしれないよっていうところで考えていただくと、なんかよくわしもポップアップのイベントとかショーって、竹さんのコーディネート憧れるんですけど、やっぱりなかなか自分には真似できないんですよねっていうおっしゃる方本当に多い
んよ。ただわしのコーディネートとあなたのコーディネートすごく違うように見えるかもしれんけど、そこにこう例えばわしが今つけてる巻きスカート1個足すだけでもうほぼわしみたいなコーディネートになりますよ、みたいなパターンがほぼほぼ多いんじゃないかなとわしは思っております。変なコーディネートってあえてわしはねポジティブな言い方で言っとるわけなんじゃけれども、そことの隔たりって意外とないわけじゃから、もうワンアイテムもう一色足すだけで面白いコーディネートというか幅が広がっていくんじゃねえかなとわしは思っております。よかったら参考にしてやってもらえると嬉しいです。その変な着こなしやまだまだじゃなたけなど感想があればぜひコメント欄で、いただけたらなと思うのと、まだチャンネル登録してない人、今回のこのコーデの解説が面白かったよっていう人は高評価チャンネル登録もよろしく。じゃほなな、最後まで見てくれてどうもありがとう。じゃ無限アパレル通称無限アパは知識だけじゃないファッションの楽しみ方を発信しとるチャンネル。じゃよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくな。そして隣に座ってくれる人も募集しとるけーな。ほなな。